はいこの度2021年の2月に無駄を減らして増やして安心お金の使い方テックという本を出版する機会をいただきました。えー、こちらはですね朝日新聞出版様の 好評のテクシリーズと呼ばれるもので、まあ、様々なこうテクニックを紹介していくというシリーズの第6弾になります。お金の使い方テクということで、えー、執筆をさせていただくことになりました。え、折しもですね。ちょうどこう新型コロナウイルスの感染拡大で、えー、私たちの生活が大きく変わっていくタイミングでこう執筆をすることになりましたので、おそらくはお金とか。 家計と向き合うことって大事だよねとか、将来に向けて貯蓄とか投資をしておかないといけないねとか、ちょっとピンチになったんだけどどうしようかとかですね、えー、お金に対していろんな思いを抱えた方多かったと思いますので、まあ、そういう方々の役に立てればと思いながら、えー、まとめたのがこの一冊になりますで。特にですね、こちら、行動経済学、行動ファイナンスと言われることもありますけれども、まあ、私たちが知らず知らずにお金に関してこう意思決定をしていることとか、 バイアスがかかってですね正しく判断ができないようなことこういったのをちょっと簡単なクイズなどもまとめておりますので、まあ、そういったことでですね皆さんがどういうふうにお金と向き合っているかということを改めてこう客観的にといいますか、えー 捉えていきながらそして、えー、いろいろな様々なこう知識をつけていただければというふうに思っております、えー、例えば三大支出ですね教育住宅それから老後まあ、こういったところどれくらいお金が必要なのかとかで日々どういうふうにお金を管理すればいいのかということで具体的に、えー、家計簿であるとか Excel を使ったですね管理の方法とかそして、まあ、ピンチを乗り切れる乗り 超えるための制度ということでまあ、主にはこう社会保険全般の制度の説明などもしております私たちが知っておかないといけないですね健康保険とか年金とか雇用保険とかそういった制度も一つ一つ細かく解説をしておりますそして えー、近年では非常に重要性が高まっています資産運用の話ですね、それから税金、ふるさと納税とか医療費控除とか知っておくと得するような制度についても分かりやすくまとめたつもりです。まあ、あの最新の制度などもです、ね、盛り込んでおりますので、そのあたりも参考にしていただければと思います。あの実はこの動画を撮る直前先ほどです、ねえー、私宛に見本 ですね、見本が10冊ほど届いたんですけれどもちょっと手にしてあの全て256ページ全てカラーで印刷してありますのでずっしりと重たくですね、まあ、たくさん内容が詰まったような印象を受けたのと。 同時にですねこの表紙お金の使い方テクという文字とこのカバーっていうんですかねここも金の箔入りで印刷をしてもらっておりますので非常に何かこうお金が貯まりやすいような印象を受けました、えー、よかったらこの後書店にも並びますので手に取っていただければと思っておりますそれから今後ですねこのお金の使い方テクをまあ テキスト、教科書のように使いながら、私が5分とか10分ぐらいで様々なテクニックをですね、解説するという動画も予定をしております。どうしてもですね、こう本を読んだだけでは分からなかったとか。 あるいはまあ今後ですね、どんどん制度が変わっていくものとかもありますので、まあ、筆者である私の方からですね、ここはこういうことですよとか、ここはこういうふうに注意してくださいと、ぜひあのお手元にこの本を用意して、まあ、できれば一度、さっと読んでいただいた上えで、かつ動画を見ていただくことで、より一層こう知識が増えていくと。 お金に詳しくなっていくと、まあ、こういったような役割を果たせればというふうに思っておりますので、もしよければ、こちらですね、YouTube チャンネル登録をしていただければと思います。えー、また、のこの動画の概要欄にも Amazon のリンクを貼っておりますので、そ,そちらでもお金の使い方、テック確認して、そしてまた購入していただくこともできますので、よかったら一度目を通してみてください。えー、では、この動画は以上になります。えー、よろしくお願いいたします。